皆さんこんにちは。ピラティススタジオナノ代表の亀貝直美です。この DVD では要望に合わせた分かりやすい指導ができ、お客様の成果を上げられるトレーナーになること、ここがゴールです。息を吸って手で床を吸う感じは一緒です。息を吐きながら元に戻します。というように、もう事前に胸椎の進展を促したところからのスタートのサポートが一つです。胸椎の進展が入っていると、このように体がまっすぐ立ち上がることができます。この時はそもそも腹横筋が抜けてしまっていることで胸椎の進展が出ない、そして結果耳と肩の距離が近づいてしまっていることがありますので、腹横筋を使って腰椎を安定させて、結果胸椎の進展を入れてあげる。倒れる時に包み込んで上に持ち上げながら一緒に前に倒していく。両手で肋骨をしっかりと持っていただいて、後傾位に手を動かしながら上げていきます。で、この股関節の動きが出ないために足を引き寄せようとした時に膝で頑張ってしまって内側を向いてしまっているという可能性もありますが、膝がしっかりとお皿が前に向いた状態で足が上がって最後着地ができるというような、このような動作につながると思います。